はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ネモです。ジュンです。はい、はい、ネモジュン TV です。はい、関ジャニ市場に今日は来ました。はい、はい、今日はね、はい、まず前買えなかった持ち帰りをしたいと思います。ヌードキンパ。はい。ね、ヌードキンパまず買って持ち帰りします。はい、その後ちょっとおかずを。あ、おかずっていうのもね、あの、うん、なんていうんですか、塩辛的な、うんうん、あのご飯のお供みたいな、はい、リクエスト昔あったんですよね。そうですね。そのリクエストをお答えしたいと思います。はい、はい、では早速ですが行ってみましょう。行ってみましょう。ネモジュン TV。 ファンジャンシジャン、イリュートメサンガ、イリュイのトメサンガですね。トンヤサンガ、ここ入るとすぐヌードキンパのお店があるので、ここから入ります。はい、ただチーズチャムチキンパブ2개주세요。キンパブ만2개?네자체는아니고요잡채김밥하면은치즈참치잡채까지나오는거예요아그러면잡채김밥두개주세요잡채김밥두개네포장이요네아포장이에요네오모치카이리시마아이메뉴가네どちらにあるんですけど、まずシンプルですよね。チーズチャムチキンパブだったらなんかチャプチェが入って、あ、チャプチェが入ってなくて普通のやつですね。僕ら頼んだのはチャプチェキンパで、チーズも入って、チャムチも入って、チャプチェも入ってます。みんな並んでるね。아직이요네ゲットしました。ゲットです。はい、ゲット、はい、ゲット。なんかね、チャプチェがね、うん、もうたんまり入ってるんですよ。これ一人分すごいね。むっちゃ腹いっぱいになりそう。これ2500ウォンですよ、一つ。安いね。安いね。ほら、人気あるわけだ、ね。はい、はい、では次おかずを買いに行きましょう。行きましょう。やっぱ昼の時間やけん多いですよね。では次のところ行ってみましょうか。はい、はい、お昼時なんで近くで働く方がね、うん、旅に来るんですね。僕らはですね、関ジャニ市場の中の方に入ってきたんですけれども、はい、やっぱ中の方入ってくるんで賑やかだね。そうだね、うん、やっぱり食べるところがね、一番賑やかだね。お昼だし。そうだすね、そうだすね。はい、はい、もう本人やっぱ人気だね。안녕하세요。4種類ぐらいしてきますか。はい。
よ。たこ焼きを100万찍지말고たこ焼き。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 たこ焼저희가인기있는곳4개사려고하는데4분한번했잖아요네네네근데4분의1씩안되죠4분의1씩뭐뭐하실거예요인기있는곳4개4개네감사합니다네만원도괜찮아요괜찮아요다음에인기가있는곳뭐가있어요명당가능하세요응멘탈거어멘탈거인기있어요네멘탈거도갈까요無理言って、はい、ちょっと無理言って4つを、はい、まあグラム数はね同じなんだけど、はい、4つで1万ウォンということで、はい、お願いしてみたら大丈夫ということなので、はい、はい、あ、いごましたよ、はい、うーん切り干し大根切り干し大根ああ切り干し大根も、ね、切り干し大根切り干し大根切り干し大根あ、日本語うん、切り干し大根ああ한국에살고있으니까좀아감사합니다아진짜감사합니다감사합니다네감사합니다맛있게먹을게요네はいということで本日さんから本日さんでお菓子をね、はい、ベスト1、2、3、4上位4つの人気ものを買いましたのではい、はい、じゃあ今から食べてみたいと思いますはい行きましょうネモジュン TV はい、それでは、事務所の方に戻ってきて今から食べたいと思いますはい、はい、商品の方を出しますはい、はいはい、準備完了じゃ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 ん来ましたはいこれがカンジャンシジャンで有名なヌードキンパブですよむっちゃコスパ良すぎじゃないですかそうだってこれだけで5000ウォン少ししか載せてないんですけど、はい、もう4種類あって1万ウォンですからね、うん、じゃあいただきたいと思いますはいいただきましょうチャプチェが嬉しいですねチャプチェをチャプチェちょっといただきましょうお皿大丈夫ですかちょっと待っていいですかはいうん美味しいねなんかチャプチェって感じですねうんじゃあ早速これいただきますはいボリューミーですよチーズも中に入っててね、うん、カニも入っててこれカニソースをつけてね食べるんでしょうかね。あ、ソースがあるんですね。どうですか？お味は。食べてるから喋れないか。うん。この食べてみます。ボリュームがすごいね。中のたくあんのシャキシャキ感もすごいあるし。チーズのマヨラー感もあるし。うん。なんでこの魚のすり身も入ってるし。ツナ缶のね、ツナも入ってるしね。そう、ツナが入ってるけどなんかボソボソって感じかなちょっとこれタレどうですかタレうんうん醤油ですかうん醤油と唐辛子が入ってるじゃあ、切り干し大根本人さんのねおすすめの切り干し大根って言います、はい、音がいいですねコリコリねご飯と絶対合うこれどうですかマヨですか。マヨですね。マヨ。うん。私このちょっと明太子いってみますわ。ちょっとね、辛みが強いよ。ああ。辛みがね。明太子くちびる。で、それ贅沢すぎますよ。一本をそのまま食べるっていうのは。うまい。うまい。うまい。ちょっとしょっぱいけどね。本当？うん。ちょっとご飯も一緒に食べないとね。これもすごい塩がすごい効いてて、うん、美味しい。ジョーさん絶対比べれると思うんだけど、そうね、博多人だから。あ、明太子を一本で食べるのは贅沢だって福岡で言われてるんですよ。どうですか？一本背負いって言いますか、ね。一本背負いって。うん。一本背負い。そう、古賀さんの、古賀さんのね、はい、選手の一本背負い。行ってみます。はい。さあ、博多人にとって。韓国の明太子はどうでしょうか。なんか似てるね。似てる？うん、そっくり。あ、そう。うん。こんな感じ。これ熱々のご飯の上にかけても美味しいよね。
あ、そっくりだね。そっくり。あ、だけど、うん、なんか辛みが日本の方が強いかな、強いかな。あ、そう。うん。うん、このつぶつぶ感がいいね。美味しいね。やっぱり明太子うまい。うまい。あ、しょっぱい。で、このタコ、タコのやついきます。タコです。タコ、タコパンちゃん。これ一番好きかもしれないです。めっちゃ美味しい。前回も買ったんですけど。美味しいね。タコのね、コリコリ感がすごい美味しい。うんうんうん。今度はタラ？タラかな。タラの実？うん。これも美味しい。美味しい。口の中を噛んじゃったよ。これも熱々ご飯にね、ちょっとずつおかずがあってもいいよね、絶対。こんなにいっぱいあったらさ、うん、ご飯3杯いけるよね。これだけで、うん。いや、ここにヌードキンパクでしょ。うん。うん。最強の明太子タコ大。うわ、それはいいわ。それは最高だわ。タラ。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん。言葉に出ないな。うんうんうん。こうヌードキンパープは中にね海苔が入ってるんですね。で海苔でたくあんとかハムとかチーズを巻いて、その上にご飯で巻いてるっていう感じになりますね。うん、じゃあここの私もこのタコと切り干し大根とこれもいっちゃおうかな。これもいった上に明太子。どうぞ。どうぞ。ちょっと塩気が効きすぎちゃったな。混ぜすぎちゃって。塩辛い。ちょっとご飯が足らなくなってきちゃった。本当やね。うん。じゃあ博多の贅沢明太子一つ丸ごと食べたいと思います。うわ、辛い。うまいね。辛くないですか。塩辛い、うん、うまい、うん、やっぱご飯が欲しくないね。もうご飯が欲しくない。わー、これ贅沢だね。いやこのヌードキンパクもね、本当に人気がある意味が分かりますね。人気があるのに、人気がある意味が分かりますね、はい、私も一気にこれをここに持ってていきますわ。これで超贅沢。うわ、うん、美味しいよ。塩辛いのがやっぱりご飯でちょっと打ち消されると超良くなるね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。美味しかったね。うん、あの心ヌードキンパーぜひね、食べたいと思ってたんだけど、前回ライブで行ったんだけど人がいっぱいすぎて食べれなかったし、今日やっと食べれました。はい、もう本当ヌードキンパ1本で2500円だからコスパ高いし、高いし、これあのおかず全部食べたんですけど、うん、まだ半分以上残ってるんですよ。はい、コスパ高すぎ。そうだね。本当に患者市場は食べ物でね有名なとこ多いんで、まあ、ぜひこういったおかずも買ってみていただいて日本に持って帰ってもねいいかなと思うので。美味しかったです。うん、またね、ご利用になりましたらぜひ参考にしてくださいね。はい、はい、今回はカンナシジャンのおかずのご紹介とヌードキンパップを食べてみました。はい、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。